情報センタージャックスインはかつてあった宇宙航空研究開発機構の広報施設。入場料は無料で主に日本の宇宙開発に関するイベントや展示などが行われていたが2010年4月26日に行われた事業仕分け第2弾において事業の廃止を判定された。この判定を受け2010年12月28日に閉館した。 ジャックスイは2004年9月24日、JAXA の情報発信の場として、丸の内をアゾショップレストラン2階にオープンした。当時のパンフレットには、地球への愛宇宙からの愛と書かれていた。HIIB ロケットの模型や、実物の LE-7A エンジン、宇宙服、関連図書、宇宙食などの展示コーナーの他に、月1回のマンスリートークや子供を対象とした。 イベント、丸の内オアゾ1階を使用した、スペースシャトルや、H、E やロケット打ち上げのライブ中継などを実施し、気軽に宇宙を楽しめるスポットとして運営されていた。JAXA の情報発信拠点として、約6年3ヶ月半で、約116万人以上の来場数を誇ったが、2010年12月28日に閉館した。 2010年4月26日に行われた事業仕分け、第2弾において、JAXA の OB が業務委託先に甘下りをしていること、年間経費が1億円かかることが問題視され、仕分け人から、丸の内に常設しなければならない理由がわからない、日本科学未来館との統合や筑波宇宙センターに行ってもらえばよい、年間1億円かけるなら、他に、 もっと良い広報の方法があるのではないかと指摘された。樋口政治副理事長は宇宙に興味のない人がフラット寄れる施設にこだわりたいと主張したが、最終的に仕分け人12人中10人が廃止を提示し、事業の廃止を結論づけた。ありがとうございます。